すまん会議、こっちもまずい。そんな簡単にいかないか。あ、そういや金木、覚えてっか、俺が西尾先輩にボッコボコにされたの。いやあの時正直死ぬかと思ったんだぜ。死んだふりして切り抜けようとしたんだけど、あの人容赦しねえし。まあ仕方ねえ。あの時必死になって守ってくれて、アンテイクの人たち見てるとさ、みんな生き生きしてていいなぁ。なんてだから俺のできることをしようと思ったんだ。でも結局こうなってしまうと一人じゃ何にもできないんだな。姉貴、あんまり一人で背負いすぎんなよ。お前昔っからそういうとこあっから。
Thank you.